受験生応援歌てて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 箱根のや受験生クリスマスはリア充に復讐するんじゃなくて自分のために復讐しろ言いたいことはそれだけだ。また来るよ。おい受験生、お前たち今日12月25日まだテキストを買ってるやつがいるんじゃないか。もうお前たちはこれしかやらなくていい。これで傾向をつかめまだセンター大事だよねお前間違ったこと教えんだよお前受験生勉強が得意なやつの中にはもう全部勉強終わってやることないってやつもいるだろう。そんな君には受験で使わなかった教科を勉強することをお勧めしよう逆にそうすることで周りのやつにマウントを取れるぞ。以上だ。来てこいお前受験生。かませよお前。かませよお前。受験生、俺は受験時代これだけ赤チャートを勉強したが、何周してもこの付箋のページ上げは解けなかったまあまあ多いじゃねえか。まあまあ多いしお前そんだけ解けんかったってネガティブなこと言うなお前。この30問は3周ループしても理解できなかった。だが受かった意外と、なんとかなるもんだ頑張れ受験生。無責任すぎる無責任すぎる無責任すぎるじゃあ行こうか俺。あーおいお前携帯見てるそこのお前いいのかそれで。お前今年の彼女は受験じゃなかったのかお前たち。こんなもの見てこんなもの見えんから見えてねえから。おい受験生、お前たちがやってきたそのノートの一冊一冊テキストの一冊一冊が後のすげえ財産になるんだでもお前ら受験が終わったらそれを忌まわしい記憶としてすぐになんかあの白い紐であのすぐ第3火曜日のゴミ燃えるゴミ出しちまうだろでもな塾校になったらな意外と振り返りたく過去のも振り返りたくなるもんなんだ。バカやるこの野郎おめえ行ってこい受験生。そんなセンター試験の前には絶対にトイレに行った方がいいぞ間違いない受験生、俺は当時この微分係数の式が覚えられずにいて苦労していた。だがこんなもん食っちまえば覚えられるんだよお前たち、お前たちがやった今までの知識すべてディスクに収めておけ受験生、お前たちの高2での頑張りが今のお前を作ってる。今のお前の頑張りは今後の未来の自分を決めるってことは人生全科式命題頑張れよ絶対今年も出るよ受験生、センター今年で終わりだな。つらいつらいでもセンター意外と面白いからさ、もし今年残念な結果終わっても来年からもセンターやろうぜそれ文部科学省に行くでも言ってる。いやいやいやセンターの案件じゃねえんだ受験生、基本的に睡眠は取んなくちゃいけない
たり前すぎる、うん、当たり前すぎる。が、俺は二次試験の前日あんまり寝ることができなかった。が、まあ、なんやかんや耐えた。その帰着の言い方知らんのかよお前。その帰着だから寝れなくて、次の日の朝やべ全然頭回んねえって思っても意外と回るもんだ。さすがに本番だから全部無責任だよ。全部無責任だよ。頑張れ受験生。おいソースが少なすぎる。1個しかない。おい今年でセンター試験終わりらしいな。しかしまだセンターを受けたい、そういう奴らもいるだろう。そのために来年のためにこの4人でセンター試験を作ろうと思う。ぜひ試験会場は梅田だ。2021年センター試験もう作り出してるよ。そうなんだ。初見プレイ。あれは二次試験の前日の夜のこと。俺が泊まっていたホテルで俺は寝れずにいた。そして適当にテレビをつけてチャンネルを回していたら、エッチなビデオが流れてきた。それを俺はなんか有料放送だと思って、あの親もホテルにいるのになんかやばいものを見てしまったと。次の日にお金を払う、なんか追加で支払わなければならないと、あの親にバレてしまうとそう思ったわけだ。でも翌日ホテルの料金精算でその追加の金は発生しなかった。世の中案外なんとかなる。何言ってんの。何言うこと。あれね、金払う可能性あったけどってやつね。受験生、二次試験の前夜俺はホテルで友達と勉強していた。その時たまたまポンダーっていう英単語、なんか面白いねって言ってたの。ポンダー。ポンダー。あ、考え、あ、実行するっすか。わからん。確か。わからん。深く考えですよ。ポンダーは。その時たまたま麻雀が入ってて、ポンダー、ポンダーって。何言ってんの。ポンダーって言ってたら、本当にポンダーっていう単語二次試験出てきた。だからみんな。英単語は語呂合わせで覚えよう。受験生、間違っても紙は食うな。美味しくないぞ。誰。初めて人生紙食いました。今紙を食ったって話が出たな。そう、お前たち大学受験を合格した暁には、そうだ、キムワイプを食べれるぞ。マヨネーズ愛がうまいらしい、倍増。受験生、今は寒い。暖房と加湿、暖房はみんなつけると思うんですけど、意外と加湿も大事だよっていうのを、この前喉を壊した僕から言っておきます。水大事。受験生、ティファールってあるよな。ティファールじゃなかったかもしれない。え、渦電流ですか。渦電流ですね。電気ケトルってあるよな。ティファールで合ってる。ティファールで合ってる。昔俺はあれを蓋開けたままお湯沸かせば加湿器になるんじゃねと思って、蓋開けたままスイッチ入れといたんだ。そしたらいつの間にか中の水が全部蒸発してて体きしてた。危険だからやめとけよ。何の注意喚起。商品。受験生、俺は思い出した。ちょうど12月25日らへん、俺は河合塾の模試の復習をしていた。その時に出てきた問題は確かコンデンサーの電流の問題だった。それと全く同じような問題が阪大の二次試験に出た。何もかも復習することが大事だ。同じ問題が出たらほぼ解けるようになるまで復習しておくといい。マジなんですよ。マジで、ちゃんとマジで。おい、我が高校では万有引力を履修できなかった。
なのに俺が受けた現役大阪市立大学2011年度の問題、万有引力の問題だった、うん、本当に一問もわからないから学校が間に合わないなら先やっとけやる受験生、今苦しいか？苦しいよな。わかる。受験生、勉強のモチベーションなかなか出てこないよな。わかるよ。でもな、いくら待ってても、うん、モチベーションっていうのは勝手に出てきてくれないんだ。だからモチベーションは自分で出す、これが大事だ。受験生、Don't forget。 2年前の俺も言ってるぞ。こんだけ寒い、こんだけ寒い俺たちでもここまで来れたんだ。今頑張ってるお前たち、絶対最後の一年まで、寒くても服は着るな、絶対だぞ。浪人生、浪人生、ファンフェス一緒に出ようぜ。待ってんぞ、ステージで会おう。受験会場なんて通り越しとけ。5年後ぐらいにほんまにこれ見て YouTube 目指しましたみたいなやつ、ファンフェスだったらヤバくない？5人生を固有名詞にしてしまうの。現役生はダメなんだ。現役生はダメなんだ。それは浪人生の範囲。現役生はダメなんだ。浪人生オンリーファンフェス、うん、受験生、受験生、今勉強辛いよな。わかるよ、確かに勉強は辛いかもしれない。でもお前ら部屋の中で暖房つけてぬくぬく勉強してんだろ。俺らの方がつれえ。受験生、なんだっけ、ちょっと待って、思いついたんだけどな。って言って忘れてしまうことが受験中にもよくある。だが大丈夫だ。たかがその1点や2点、他の問題に集中すれば余裕で挽回できる。すぐにその問題を捨てろ、固執するな、諦めるな。俺が浪人の時に言っていた、受けていた先生の口癖がある。それがこのディレンマ。俺たち今寒いよ、寒いからやめたいよ。やめれないんだ、お前らのために。でもやめたい、このディレンマ。受験生、今その積分の問題でつまずいてるそこの受験生、ユタボンでも積分できんだよ。お前にできるわけねえだろ。ユタボンが頭悪いって言ってんじゃない。やればできんだって、やってないだけなんだ。一緒じゃん、人間じゃん俺ら、何も違わねえよ。金込み鈴は言ったかもしれない、みんな違ってみんないい。違ってないよ、同じだよ。西岡すみこだよ、あたしだよ。受験生、いや浪人生、どっちか。現役生クビになった。浪人生、受験の時緊張してうまく力発揮できなかったってことないか？でもな、受験っていうのは緊張して当たり前なんだ。緊張した状態でいつもの力を発揮できるように練習できなかった、それがお前らの敗因だ。だから緊張することを前提として、緊張した状態でも問題が解けるように練習しないといけないんだ。って
東大王の伊沢さんが言ってました。受験生、俺は二次試験の物理の時、原子分野の履修が曖昧だった。だから残り物理のテストが始まる5分前まで原子分野の問題を見ていた。そしたらちょうどそこで覚えたボア半径の公式がそのまま出た。受験に最後の1秒絞り尽くせ。おい、そこでボケーと YouTube 見てる受験生、106を素因数分解してみろ。 2×53 すぐできるだろう。この106という数字、何か知ってるか、お前たち。ボノにはちょっと足りないよ。ちょっと足りない。ボノちょっと足りない。この106という数字は野々村議員が城崎に行った回数だ。ただの整数問題だと思っていた問題がこれだけ社会の問題につながるんだ。それだけ勉強の価値というものは、それだけ勉強っていうのは素晴らしいことなんだ。分かっただろ、社会の問題に数学はつながるんだ。数学頑張れよ。やば時にはまくらん、知らず知らずのうちに連れてしまったり、かきみすったりして初めて浪人生になる。気づいたら戻れる、まっさらに生まれ変わろう。最後噛むんだ。まっさらに消しゴムで消そう。そしたらまっさらに戻れる。見直し大事。受験生、センター数学の点数を取るコツを教えてやろう。教えてください。迷ったらルート11だ。前の家に書いてあったやつ。受験生、センター数学マークは一問が終わったらすぐマークしろ。俺はそれでベクトルのマークミスをして20点落としました。イエイ。比較じゃないんだよ。いやー怖いね本当に。受験生の時俺はそれを認めずに、まあちょっとなかったことにしていた。それも大事だ。忘れろ、ミスは。俺も棟梁になって早5年、この服装をずっと365日かける5日間5年間続けてきた。受験生もそうだろ、同じような勉強の日々、それを送ったんだろ。お前たち最後は自分を信じろ。バイワンセルフ。受験は目的じゃなくて手段。テテンガンが言ってた。ほんまに一昨日ぐらい言った。ほんまに一昨日ぐらい俺が言ったやつ。浪人生、去年か一昨年は運が悪くて落ちたって思ってないか。実力で。受験生、俺の小学校の恩師の言葉にこういうのがある。やるときはやる、やらないときはやらない。結構な人が言ってるよね。そうだ、結構な人が言ってる。斉藤先生が言っていた、いわゆるメリハリ。メリハリだ、メリハリつけろ。そうだ、たったこの一瞬、まあなんだあと2ヶ月頑張れ、終わるんだよ。終わったら勉強しなくていいわけじゃないが大学は楽だ。受験生の何倍も楽だって言ったらちゃんと大学やってるやつにちょっと怒られるかもしれないが、少なくとも終わるものはある。日はまた昇る、ロマンストーン。ロマンストーン、冒険の夜明けね、はい、君たち今頑張ってるだろ。その頑張りの先に合格がある。合格した暁に法営株主総会がある。いいこと言うじゃん。確かに。来年以降も総会やるから受かってぜひ来てくれよな。落ちたやつはまた勉強だ。リアルにイベントごとに頑張ってくださいって。はい、どうも
受験前日にとんかつ食わしてくる親、逆に受験生のことが考えてないあれなの、カツ、カツってやつやけども、はい、食わしとけばいいみたいになっちゃってる、はい、でも僕の担任の数学の先生、受験前夜カツ丼食えって言ってました俺は二次試験前日弥生県でとんかつを食ったほんまに見たアホやろ美味しかったですみんなこうやってカツ丼を食ってる、カツを食ってるけども、世の中には負けるやつがいるんだ。どういうやつかわかるか。そう、取り調べを受けてる最中にカツ丼を食ってるやつらだ。そういう負け組もいる。お前たちは勝ち組になれよ。勝ち組？負け組？敗北者取り消せよその言葉エース、あのポートガス D エース出ちゃってるからポートガス D エースで君たち、ここにいる俺たちはもう結構前に受験終わっている。でもまだまだ成長してるんだ俺たちお前たち、まあこんなもんでいっかって思ったら、もうお前の人生18で終わるぞ。受験生、一般的な統計データを言ってやろう。カップルが同じ大学に行ける確率は1/6。結構高い。結構高い。16%もあるの。絶対嘘。結構高くない？希望を持たせてやったんだよ。絶対一パー切ってる。受験生。高校で付き合ってたカップルがそのまま結婚する確率。10%ぐらいらしい。高っ。嘘やろ。高っ。ここ。もうないと思ってない。受験生。いや、トミちゃん、お前は聞いたぞ。お前浪人中に彼女に振られて受験をすっぽかしたようだな。今年は頑張れよ。早稲田建築祈ってるぜ。おいお前たち、この電ガン嵐が大好きだ。しかし嵐のデビュー曲、嵐という曲はもともと2曲の曲だった。その曲名が Reach Out for My Dream という曲と、夢はそうそうという曲、この2つを足し合わせて嵐になった。英語を受験する受験生、 Reach Out for My Dream どういう意味か調べとけ。今お前らの後ろにある木がもちもちの木に見えたよ。何言ってんの？何言ってんの？ちょっと見える。ちょっと見える。あおもろ。もうちょっと見えるんだよな。はい、おい。半大目指してる男子受験生諸君。手縛られた。今ここで頑張って半大入ったら。ノイリーに会えるかもしれないぞその福利厚生あったの？福利厚生お前得じゃねえでも俺なんか天馬食うとかだったと思って受験生、お前らには何かしらの推しがいるだろう。俺の推しはそう、アイグスティス。誰だ誰だ。それでだから受験生どうするってところ言わへんねん。だから君を歴史上の推しを作ろう。だからお前とんかつの T シャツ着てるんだ。そういうことなんだよそういうことなんだよ見ろ、後ろにはこの大阪の街が広がってる。本当に大阪なんだ。あれだって伊丹空港やろ。あれ伊丹空港やろ。ワンチャン兵庫って言ってたんじゃないですか。いやまあ、あれは伊丹空港はギリ兵庫やギリ兵庫の可能性もある、まあ、両方見てるってことは少なくともどっちか大阪兵庫見えてる。大阪兵庫だ。この地域、サンテレビが映るぞ。この地域に来たら、そして阪大に来た暁にはこの地域でサンテレビが見れ、
ホテルニューアワジーノーベル、俺らと一緒にこのくだりやろうぜ。おい大学生、あの頃のお前らどこ行ったんだ。1年前にお前まさかお前急に来た。あの頃毎朝毎晩練馬も惜しんで勉強していたあの頃のお前の頑張りどこ行ったんだよ。しょうもないサークル入って適当な女と付き合って3ヶ月別れて昔の俺だよ。静岡に住んでる受験生、東京とか大阪に来ればわざわざ違法アップロードサイトでアニメ見なくても普通にテレビでアニメが見れるぞ。静岡見れないんだ。静岡そんなつかつかないんだ。静岡マジでキテレツ大脚とかちびまる子ちゃんしかやってない。ちびまる子ちゃんやっててサザエさんやってないパターンあったんだ。そのパターンあったんだ。受験生、俺はセンター本番の昼休憩の時間に池に張ってる氷でカーリングをしていた。いやいやマジで相当熱い氷張ってるんだよ。しかもお前バリッつって大体下に落ちるからな。いやほんまちょっと横浜国立大学すいませんでした。何の残念。何の残念。高校の時の数学の先生の話みんなも知ってるだろう。僕このやり方おすすめしない。柴田ゲームズ。俺はこれを何度も言われて数学の濃度を取ってきた。君たちに一つ四字熟語を与えたい。勉強は取捨選択だ。おまたも。その先生が言ってことは言ってたことを俺は取捨選択し今がある。ほとんど意味なかった。やり方おすすめせえへん。勉強は取捨選択やーって。そろそろ寒くて頭が回んねえや。人も回んねえ。でもお前らは経済回してけ。日本の GDP を上げるのはお前らだ。まあ、それは国民総生産。GNP もあり。GNP もあり。国民総生産。受験生、受験生、二次試験の途中でもトイレ行きたくなったら行った方がいいぞ。そらそう、そらそう。受験生、勉強に才能がないやつ。わかる、理解できん。わからん、何言ってんのこいつ。むっちゃわかる。まあ後ろの伝言さんは進めないと思うが、マランキしろ。マランキしろ、すべてをマランキしろ。赤ちゃんとマランキしろ。英単語帳マランキしろ。英文法書マランキしろ。できりゃ困らんからな。お前が一番優しいと思えるからって。お前はできるかもしれんけど。いやいやいや、普通できひんから。いやいや理解できない。お前の勉強法普通できひん。いや理解できないことの方が多い。俺はもう渦電流とかマジでわからんかった。ほんまコンデンサーとかもういいねやって思っていた。お前もうちょっと対抗しろよ。マジで理解できひんことだけ暗記しろよ。全部暗記しろ。暗記すれば怖くねえ。だって暗記できないことこんだけあるよ。暗記できない。こんだけのやつは出ても捨てて大丈夫なやつよ。ああそうなんだ。600問のうち10問ぐらい暗記できないやつはある。だが590問暗記すれば大学どうにかなる。そうだ受験生。でもお前数学3割だって得点率力0。そういうことだ。応用される大学にはこの方法は効かない。だが理科大と早稲田には通用した。いや確かに理科大と早稲田通じる。通用した。暗記の受験生。暗記という話が今出たが、俺も浪人の時の本番、阪大の英語で自由英作文で暗記していた問題が出た。たまたま自分で予想していた自由英作文を何個か書いていたんだが、その中の1個がほぼほぼ同じお題として出た。つまり俺は脳みそに書いてある英語をそのまま写すだけだった。ただその後それを廊下で自慢していたら
半田に聞かれてしまった。その時に半田は俺を殺したくなったそうだ。でも結局仲良くなる。殺すという事象はその時の一瞬に過ぎない。その後結局仲良くなるんだ。早く大学生になろうぜ。半田。受験生、受験したら太るよな。俺が出る。そう、受験したら太るよな。でもそれでいいんだ。勉強すればするほど、知識を蓄えれば蓄えるほど、脂肪になって帰ってくる。そう信じろ。受験生、数学を勉強するときのコツを教えてやろう。それ教えて。教えて。暗記でーす。最後はそうやけど。いや、赤チャートレベルまで行っちゃった。最後はそうなっていいけど。この人諦めるの早い。早すぎる。もうちょいなんか短いと。受験生、これ大事な話だ。受験には金がかかる。一つ大学を受けるのに3万円。確かに、ほんまに大事。キープするのに25万円。受験だけでおそらく70万を吹っ飛ばしたと思っている俺は、本当に親には感謝した方がいい。それだそれな、それな、それな。ちょっと、次めっちゃいいこと言う。俺も言うこと言いたい。ちょっと、ね、ちょっと大学のキープに使わせてもらった50万円、それを感謝して今の俺は生きている。ありがとうございました。お前のさ、個人的なその報告の場じゃないんや。俺は浪人を三宮という場所でしていた、神戸の。でも大学は大阪だから、あれから神戸に行くことはほとんどなくなった。今浪人している子たち、実は大学生になるとあの時の日々が恋しくなる。恋しくなった時にあの時は良かったとせめて思い出されるように今頑張ってみろ。あと3週間ほど、あと3週間ほどでセンター試験だ。ラストのな、ラストのセンター試験、ラッキーナンバーは3だ。本当に。受験生、今感じている思いや感情、怒り、苦しみ、それ全部ノートの隅っこに書いておいとけ。いつかどこで使える。黒歴史はお前を救う。人生みんなポエマーや。黒歴史残した人がいると重みが違うな。受験生、受験生の中にはポケモンをやったことある人多いだろ。まあほとんどそうだろうね。ポケモンで勝負してて、今ここで火炎放射撃つけど、でも相手やけどにしないと勝てない。どうしてもここで相手をやけどにさせたい、いけーって言いながらやると、大体相手やけどになるだろ。さっき鬼火使えばいい。さっき鬼火使えばいい。受験も一緒だ。ここがもうセンター試験で、ここがもう1じゃないと俺困る、ここに当てはまる数字1じゃないと俺困ると思いながら先解いてると、大体1だったりする。自分を信じろ。受験生、今辛いのは自分だけだと思ってないか。思ってます。思ってます。僕だけでいい。違うんだよ、他のライバルたちもみんな同じぐらい辛い思いで勉強している。本当に本当に勉強している。そんなもんだ、みんな勉強してるもんだ、辛いもんだ。その中でもさらに奴らを倒していかないと合格というものは手に入らない。死ぬ気で努力するんだ。浪人の時のセンター試験本番、
2012年のだ。俺の目の前のやつが試験終わりって言われてるのにプラス4秒ぐらい消しゴムを触っていた。めちゃくちゃ注意をされていた。ギリギリだったようだ。バカなやつだ。ほんまに怖いですよ。そいつは失格にはならなかったが、その危険臨界点は4秒だということを皆さんに言っておこう。1秒でも危ない。ギリギリだね。結構危ない。問題文読んで。おいおい、これ物理量与えられてないじゃん。これ間違ってんじゃん、この問題。おい、ちょっと試験官、早く問題訂正しに来てよって思う時めっちゃあるんだけど、大体俺が悪いからちゃんと問題文よく読め。お前が探してるものはそこにある。でしょうね。神戸大は自分で設定するときもあるけど、必要な物理量を考えろ。あ、そうそうそう、怖っ。神戸大はそういう、神戸大はそういうだけど、答えをオメガと置く。怖いそれやばい。答えをオメガと置く終わりはやばい。それはやばい。受験生、受験生、今辛いのは自分だけだと思ってないか。はいはい、思ってます。その入りさっきも聞いたぞ。こんなんから一番寒いの俺、絶対俺。実はその通りなんだ。だって俺たち今こんな寒い思いしてるのに、お前寒くないだろ。部屋の中でぬくぬくとスマホ見ながら聞いてるんだろ、俺との話。それと一緒なんだよ。お前がいくら勉強しても他の人辛くないんだよ。フォーティーだ。ありがとうございます。中身なかった。受験生、思う、努力って何だろうか。本当にそうだ。今の大学入試、基本的に努力すれば上に行こうと思えばある程度のところまでは行ける。本当にそうなんだ。わからない、何なんだと私は考えた。思ったのはこうだ。社会は努力できる人を欲している。お前何歳？そう、お前取る側やん。もう会社でも人材取る側やん。そうだ、この、まあ、勉強した結果、うん、結果というよりもその努力、それがおそらく、その努力こそが多分会社が評価したいからこそ学歴フィルターというのも存在しているのかもしれない。本当にそれ受験生に伝えたい。それ伝えたい。受験生に伝えたいこと。受験生聞かんでいいですか。努力するんだ。その努力はきっと君の人生で役に立つことがあるだろう。間違いないですね。高校生までは使わないけど、大学生になったら使う言葉を一つ教えておいてやろう。え、イプソンデータ論法ですか。え、このデータ論法ですか。アジェンダですか。いや、違います。スアレスです。いやバイトね、バイトね。スアレスというのはサッカー選手、ウルグアイ代表のサッカー選手で、よく選手を噛むという癖があって。いやいや、噛む癖があるスアレスとよく言われるんだが、噛むを英語で言うとバイト。つまり君たちはバイトをすることになるだろう。バイトに行くことを俺たちは大学生の時スアレスに行くと言っていた。俺たちってお前、お前だけや。俺はスア知ってたけど、俺は使ってね。俺は今日スアレス、おーそうやでっていうくだりを結構やってて、いやでもそれで、サンヤオのみのゴミですね、それ。ウィニングイレブンの出来栄えが良くなったよ、それで。略すならできるでさ、一文字増えてるからね。確かに、増加してる。受験生、あー、あと3ヶ月で勉強終われるとでも思ったか。お前は次行ったら大学でテスト勉強、社会に入れば研修、トイック、まああとはなんかあのユーキャンの資格講座とか、まあいろいろあると思う。要は世の中一生学びや言うてな。受験生、世の中結果よりも過程が大事って言うやついるよな。それは嘘だ。まあ、ヘスの法則的にはね。それはそうだ。だっていくら頑張ったとしても受験に落ちたら大学には入れない。でもだからといって結果だけが大事なわけじゃない。結果と過程両方大事なんだ。それが分かってないやつは
この先何度も失敗することになるぞ。俺はその過程を笑う気した。そんなことできるよ。あと1ヶ月二重歴試験含めたらあと2ヶ月、その2ヶ月さえ乗り切ればいいんだ。他は知らん。今やるんだよ。今なんだ。この前クイズノックの須貝がベルクマンの法則という話をしていた。ベルクマンの法則というのは寒いところにいればいるほど体重が重くなるみたいなやつだ。確かにだから俺一番寒くないよ今この中で。ピンポン。今が一番寒いってこと今日何度も言っときます。5分の先生に終わりポンポン行くやつやから。もう何言うか忘れた。早すぎて。何やってっけ。あ、ごめん。お母さんに向けちゃった。お母さんお母さん、勉強頑張ってる息子に対して一般的なお母さんだ。あ、そう俺のお母さんに言ってるわけじゃない。勉強頑張ってる息子さんに対してよく頑張ってるねって声かけしていませんか。賢人かな。それ間違ってます。僕ら男子は家庭褒められるより結果褒められた方が嬉しいんで、結果出した時に褒めてあげてください。間違いない。結果出さなかったらもうペーンってやっちゃってください。今の時代結構体罰とか言われてんのに。受験生、今のその苦しみはいずれきっと青春になる。意外と思い出すもんだ、あの頃は。はっ、よかった、戻りたくはない。あの頃はとか。あ、なるほど。が、まあ思い出は美化されるというが、まあ今思えば悪くないと思えるような、そういう受験生活にしてもらいたい。頑張れ。もうそろそろ寒さもピークに達している。でも俺の体の中が気体分子運動論で熱くなってるよ。力石だわ。いい子の2分の3 KT。 V2 乗のバーが V バーの2乗になるって。3分の1 V バーの VX と V バー、 V1 と VZ だから。おい受験生、よくアニメやドラマとかでなんか母親が部屋のドアの前にここにミルク置いとくわねとか言ってなんか置いとくと思うんですけど、実際それやられたら絶対飲み忘れると思います。ひろしです。受験生、夜中に物を食べると太ると思ってるんじゃないか。思ってます。夜中にカップラーメン食って太りました。はい、わかります。それは間違いです。え、間違いなんですか。なんで太るんですか。なぜ。なんで僕夜に食べると太るのではなくてですね、食べた後すぐに寝ると太ります。おー、お見事よ。なので夜に食べたとしてもそのまま朝までずっと勉強続けてれば太りません。おー、ということで朝まで勉強頑張ってくださーい。受験生、俺は二次試験本番あまり寝れなかったと言っていたが、一般に睡眠はとても大事だ。2回目普通のこと言ってんのよ。ほんま大事。ずっと受験期ずっと普通のこと言ってる。9時間寝ろ9時間寝れば高校の憂いなく勉強できる。基本的には寝てねえからっていう言い訳すらできないぐらい寝ろ。昼間は勉強だ。何言ってんの。真面目な話、試験会場にはちょっと早く行った方がいい。そうだな、岐阜より上だったら1時間前、それより下だったら30分前を目指したらいい。確かに
寄付するからな。それより上だと雪で遅れることがあるからな。雪というのは受験より恐ろしい。本当に太平洋側に生まれてよかった。はい、今上の方って見て上の方って雪国全部的に受験生エクアドルは赤道という意味らしいぞ。赤の道ね。それだけそれだけあ、もうもはやもうあの情報の提供になる。受験生エクアドルのお金の単位エクアドルじゃないぞ。はいはいはい。何なの？何なの単位？分かんないっす。分からんのかよ。分からんのかよ。受験生。トイドブルクの森の戦いは9年だ。え、なるな。まあいいや。俺の高校生の時のあだ名がボンだった。頭がボンとしていたかららしい。ボンちゃんボンちゃんと未だに言われている。ベートーベンと一緒だ。あ、ごめん、ベートーベンはドイツのボンで生まれたんだ。あざす。西ドイツ、西ドイツの一つね。西ドイツのボン。西ドイツの人たちでも。お疲れい。お疲れい。お疲れい。ショート尺あれ向けてください。お疲れい。エクアドルでは普通にアメリカのドルが使われてた。ドルやんけ。ドルやんけお前。エクアドルじゃないっす。ああ、エクアドルエクアドルなんて単位ないもん。進化系がエクアドルみたいな。進化ポケモンみたいな。受験生、受験が終わるってのはいいもんだ。クッコッということで、みんなも終わりを、この終わり、受験が終わった自分を想像して、その喜びを未来に投げ捨てて。アソシエイト A-Biz-B。 コネクト A-Biz-B。 A-Biz-B 進行部 A-Biz-B。 リガート A-Biz-B 覚えるんだ。ちなみにポンダーは実行するっていう意味だ。あ、そうなんですか。間違いない、きっと。そうだ、ターゲットのおそらく1700ぐらい、1800らへんに寄っていたっていうことが覚えれるぐらいまで暗記しろ。間違ってるかもしれないけど、すいませんでした。俺が大学1年だった頃、ハンダという友達がいて、あいつが俺ん家でめちゃくちゃ騒いでた日があったんだ。その翌日、家に帰るとドアの隙間に隣人から殺すぞという手紙が入っていた。友達選びは大事だ。あった。あの場合によってはね、あの引っ越すことがあるから気ぃつけろ。あったあった、そんなことも。iPhone のアプリ全部アンインストールしてみたらどうだ。それぐらいの気持ちがあるか、お前たちに。いや、あのデータが消える、そんなこと思ってるやろ、お前ら。今ある合格を大事にしろよ、お前ら。無理だ、多分。受験生、これは俺の知り合いから聞いた話です。その知り合いはフォレストっていう英語の教科書をもうほぼほぼ丸暗記してて、もう英語の構文何か言うとそれフォレストの何ページに載ってるって全部返せます。やりすぎってぐらいやってたんで、皆さんもそれぐらいやり込んでください。ちなみにそれ僕できます。マジ？はい、俺はビジョンクエストという黄色本でした。やってたそれ俺としてじゃあの家庭法の if は to のやつ。 if は to はバードですよ、それは。 if は今バードだ。俺が一番は to、 あ、は to であれですか、仮にですか。仮にだ。え、ザ比較 QS プラスというか、ザ比較 QS、 それはです。ザハイヤー融合、ザビューティフル、ザビュースカイズです。高くなればなるほど景色が綺麗になる。ザハイヤー融合、ザビューティフルビュー、あれ？ザビュー？時が経つような悲しいものだ。
だっけ、The higher you go, the beautiful, the beautiful。 おい受験生、本番どうしてもカンニングしたくなったらまぶたの裏にカンペを仕込め。レミオロメンもそうしていた。瞳を落としればあなたがまぶたの裏にいることで。もう俺から言うことはない、俺から言うことはない。ただ一つ、数1へと1間違えるなよ。ほんまにマジで、いやマジ大事、マジで大事。毎年言ってるけど毎年言ってるけどね。受験生、寒い。レミオロメンも言ってるけど、まぶたの裏に彼女の写真貼っつけといて、まぶた閉じた時にもう勇気もらうっていう方法、あのいいかもしれないぞ。超絶視力良くないと見れないですよ。視力とかじゃなくて、もうお前まぶたの裏の情報。え、でも彼女がいなくて貼れませんっていう受験生もいるでしょ。大丈夫だ、俺受かってるから。よっ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 。受験生、これは俺のセンター当日のメモだ。フレマウカドアストラコリコドソウダグロボ。何言ってるの今やっては、これが何か思い出せないが。お前あかんやん、お前意味ない。だから意味ないじゃん。これはだが俺はこれは何だか覚えている。これは世界史の確かイギリスの法律、公開法とか小麦法とかの順番を覚えて、覚えられなかったのよ。覚えられなかったこれで無理やり叩き込んだ。センター世界史始まる20分前、出た。覚えろ、最後まで諦めるな。応援してるぞ。受験生、そろそろ終わっていいかな。もうお願いします、もうお願いします。もうマジでお願いします。もうきついっす、もうきついっす、もうきついっす、もう食べっす、もう食べっす、もう食べっす。今何分やった、今何分やった、今1時間やった。おい1時間と見てる俺は。ほら1時間、1時間俺にできることはまだあるかい。ありません、帰ります。そこになかったらないですね。テロップの、あの、あとあのお前にできる、俺らにできることはさっきのあのもちもちの木とこ素材貼ることしかない。編集できるか、編集できる、それはできるから。というわけで受験生、今年はいつもに増して内容が薄かったけど。いや間違いないです。だって言っちゃってんじゃん。いやでも、たまにいいことも言ってた。そう、たまにいいこと言ってた。いい場面もあった。これガチャと一緒で、なんでもね、金の卵が出てくると思ったら間違いない。間違いない。やっぱたまにいいのがあることで、あの、あやるやんってなるからね。そうなん、全部いいことじゃすまんねん。実験もガチャですか。実験もガチャ、実験もガチャ。いつでも良問が出るなんて思うな。世の中、悪問、良問、標準問題、いろいろある。でも、全部できなきゃダメなんだ。受験生、俺たちはもう帰るぜ。帰ろうぜ、帰りましょう。本当にもう寒い。帰りたい、あったかわがやが待っている。天狗さんまだあれやってるんです。帰りたい。クリスマスは今年はやってこない。なぜならセンター、なぜならセンター。